今日も一日お疲れ様でした、ケントゥです。ということで、この前ね、支出制限を始めますって言ったんですけれども、まあね、きついことは続かないんで、本気で痩せるために楽な食事を作っていこうと思います。ということで、この動画はね、ちょっと資格試験の3日前に撮ったんで、もうバタバタバタっと撮っちゃったので、本当に簡単なことしかしてません。先にそれだけ言っておきます。早速買ったものを紹介するんですけど、なんかアマゾンで買って、いくらだったかな、2000円ぐらいだったかな。こうね、シリコンスチーマー昔持ってたんですけど、捨てちゃって、また欲しいなと思ってたら、なんかもっと便利なのがあったので買いました。まあ普通にね、こうやってレンチンでこう蒸し料理できますよってやつなんですけど、これのいいとこはね、もう何回もやってますけどこの底の大きさを調整できるっていう、これで多分スープ系とかもワンチャンレンチンで作れるかなみたいな。で、まあそんなに必要ない時はこうやって縮めば、ここに料理したいものを入れて、まあ周りに水入れたりするとね、蒸し料理っぽくなるかなと思うんで、まあ今回はこっちで使おうかなと思います。ということで、僕は今ね、こんな感じの食事をしてるんですけれども、それの昼と夕方の食事の部分を、まあ何日分か朝のうちにね、まとめて作っていこうかなということで、まずは温野菜作ろうと思います。やっぱ野菜はね、下処理が面倒なんで、まとめて作っとかないとね、食べるのをサボっちゃうんですよね。なんでこんな感じで、この状態買ったの初めてかもしれない。このめっちゃ茎が、でもこれ多分食べれないよな、多分だけど、あんま美味しくなさそうな気がするんだよな。ちょっと今回すいませんけども、もし食べいつもは食べてるっていう人がいたらすいませんけれども、これ捨てます。これさ、俺洗ってなかったんだけどさ、切ってから洗おうかなと思ってるんですよ、実は嘘です、忘れてましたということで、ブロッコリーを洗うのを忘れてたんで、今から洗おうかなと思うんですけど、なんかね、切ってから洗った方が洗いやすかったですね。もしかしたらね、この細かいビタミンを気にする人は、この切れ目からね、ビタミンが逃げてしまうのではということをね、気にする人もいるのかもしれないですけど、僕はまあそこまであんま気にしないんで、サプリも飲んでるしということで、切って洗った方が洗いやすかったですね。であと、この芯がね、どこまで食べれるのかが分かんないっていう、こうなんかいつも皆さんブロッコリー買います？結構この青い部分ってね、茹でても美味しくなかったりするんで、ちょっとね、なるべくちっちゃめにはなりますけれども、白いとこだけ残るようにっていう感じで、あと人参もできまして、次はオクラですね。オクラを買いましたので、これもね、一緒にレンチンで蒸していこうと思います。で、これ一応砂じゃないや塩をね、こうやってゴリゴリやった方がいいと聞きますので、それをね、やっておりますけれども、オクラもね、下処理これしなきゃいけないのかどうなのか分かってないんですけれども、一応ね、このなんか上の尖ってる部分なんかを削っておくと食べやすいですよって聞いたことがあるんで、一応それをやっております。いい感じですね。ということで、温野菜がこんな感じでできたんで、もうあとはね、これをチンするだけっていう、めちゃめちゃ簡単ですよね。ということで、これをチンしますけれども、まあ時間とかね、何も書いてなかったんで、600ワット5分でやっておきましたね。ということで、お次はまあこれ結構作ってるんですけれども、炊飯器で作るサラダチキンをね、久しぶりに作ろうかなと思いまして、鶏胸肉は皮がついてないやつを買ってきまして、もうね、昔は観音開きみたいな、なんかこう薄くする作業をしたりしてたんですけど、これやんなくていいっていうことに気づいたんですよね。このフォークでちゃんと穴を開けておけば意外と大丈夫なんで、これでやっていこうと思います。もう臭っ、酒臭ということで、もうあとはね、これを炊飯器にぶち込みまして、ここに沸騰してるお湯をね、入れます。僕は多分ケトルで沸かしてちょい冷ましぐらいで入れますね。で、保温で30分ぐらいかな、もっと長くとか朝まで放置とかでもいいんですけど、結構ね、炊飯器の保温って絶妙に多分温度が高すぎて、お肉がね、ホロホロになっちゃうんで、まあそれになるとね、まあそれはそれで美味しいんですけれども、今回はサラダチキンにしたいので30分ぐらいで取り出すようにします。ということで、お次はミニトマトも洗っておきます。これはただ洗うだけなんですけど、この前ね、動画出した時にヘタを取った方が長持ちしますよって言われたんで、今回は全部取ることにしました。ありがとうございます、教えてくれた人はい、ということで、すごいですね、 YouTube をやってるとどんどん自分自身も知識が身につくという、
ありがたい時代ですね。ということで次はほうれん草をねちょっとごまあえにしようかなと思いまして、今回はこの下の部分は切り落とさずに使おうかなということでしっかりめに洗っておりますという感じで、このレシピはあのリュウジさんのレシピを見て参考にしてやっております。今回ありがとうございますでこのね芯の部分から入れていくのが大事らしくて、まあ火がね通りにくいっていうのは多分わかると思うんですけども、この切って入れてをやっとけば結構いい感じにね時間の差ができていいかなって今回思いましたね。ということで結構ねこの日は天気も良かったんで、この緑の鮮やかさとフライパンの青とカセットコンロの赤でなんかコントラストがすごくいい感じになっておりますね。ということで湯切りをするんですけれども、なんかね水にさらした方がいいっていう人とさらさない方がいいっていう人がいて、あの僕はさらさないことにしました。でなんかお醤油で洗うといいらしいけど、水にさらさなかったらめちゃめちゃ熱くて結構やっぱさらした方が良くねってちょっと思いましたねということでそんなこんなでこんな感じで、はい、味付けをわしゃわしゃと無難にこなしていきまして、ごまあえが完成ですね。まあねあと1個ぐらい作れるかなとも思ったんですけど、意外と時間がなかったものでこんな感じでお野菜が火取ってるわ、これは確実できました。このねこの見た時は火取ってるんですけど、一回冷まして食べてみると微妙だったんで、このね湯気がこもってる状態で1時間とか30分とか放置しといてもいいのかなというふうに思いましたね。ということでまあそんなこんなこんなで、おじゃということで、この時はまだ朝だったんでとりあえずプロテインを飲んで、昼にねさっきの作り置きも含めてご飯食べようかなと思います。おいや前まで豆乳セブンのやつ使ってたんですけど、ちょっと最近変えまして、カロリー 45% オフの豆乳にしました。いつもお湯100ミリ豆乳100ミリで割って飲んでます。あ、これは中山きんに君がやってたんで間違いないと思いますなんか味はマジでうまい。まあ普通に糖質脂質がちょっと多いからだけど、まあでもほんとちょっとですよ、 1g 差とか。まあでもそれのね積み重ねでもありますから、まあ、わざわざね新しいもの買うほどでもないんで、終わったら次何にしようかなってちょっと考えてますね。ねえマジで普通のココアですねこれ、本当に普通にスタバでココアですって言って出されても、あ、ココアだって思うぐらい。よし、まあ今10時ちょい過ぎなんで、シャッス、アッス。ちょっと忘れてましたということで、お昼ご飯の作り置き終わったかと思いきや一品作り忘れてましたので、まあねさっきの洗い物を済ませつつ作っていこうと思います。でこれがあれです、温玉です。いつも使っている温玉の作り方をねちょっと前動画でもやったんですけど、ちょっと改めてやっとこうかなと思いまして、もうめちゃめちゃ簡単ですね。お湯を1リットル沸かして火を止めたら200ミリ水を入れます。でその状態でまあある程度かき混ぜたら、まあちょい厚めのぬるま湯ぐらいになるんで、そこに卵をまあ5個で大丈夫だと思います。でこの卵は冷蔵庫から取り出したばっかのやつを入れた方がいいです。その方がこの中と外のね温度の差があるんで、中まで火が通りにくくなって温泉卵になりやすいっていう感じで、これで15分放置します。そしたら終わりです。でその間にねちょうどいい感じで30分ぐらい経ってたんで、サラダチキンを救出しておこうかなということですね。でこれもね、まあ一応余熱を入れたいんで軽くねその辺に放置しておきますでまあ頃合いを見て冷蔵庫に保管するなり食べるなりっていう感じですね。でこれちょっと母がなんかお肉を送ってくれまして、もうこれほんと最後のちょっとなんですけど今日の昼ご飯これを食べようかなっていうことで、これね前紹介しようと思ってできなかったフライパン用ホイル、これで焼いていこうかなと思います。これがねマジで便利なんですよ。フライパンに油とかがつかないんで洗い物したくない人とかにおすすめですね。よし、まあ軽くご飯作ろうと思いますということで、なんかすいません、この日かなりバタバタしてて、なんか時系列とかなんか話とかぐちゃぐちゃになってるかもしれないんですけれども、
はい、この日のお昼ご飯分を作ろうかなと思いまして、朝のうちに作っておいた作り置きたちプラス冷蔵庫にあったものとかで簡単にパパッと。で、さっきの豆腐は前も作ったやつなんですけれども、おすすめでございます。ということで、お気づきだろうか。フライパンの上にそのアルミをね、そのままスライドさせて火つければフライパンも汚れなくて洗い物楽っていう話だったのに、もうボケてて普通に肉焼いてしまいました。いつもだったらフライパンをね汚さずにできてたんですけれども、今回は洗い物が増えるということになってしまいました。はい、ということで、あとはこれいつも食べてますね、オイコスの脂肪ゼロですね。オイコス自体が脂肪ゼロなんですけど、これは無糖のやつでタンパク質が 12g 入ってますという感じで、こんな感じでお昼ご飯完成になりますね。はい、ちょっとバタバタしておりましたけれども、あれこれせーよし、疲れた。なんかあんま綺麗じゃないな、これサムネにはなんないな。色味がなんか黒いな、全体的に。なんでだろう。でもね、綺麗なはずなんだけどな。今日は普通に顔出せますけれども、なんかこの画角が楽なのでこれ撮ります。ただ野菜がちょっとね、そう、僕の問題点は脂質制限をしてるから、まあドレッシングあんま良くないかなと思うんですけど、この温野菜どう食べるか問題ね。いや待って、あるわ、余裕じゃん。俺の好きなドレッシングノンオイルだったわ。オッケー、これマジうまいんすよね。うわ、人参甘ということで、なんか一点を見つめてますけれども、これは未来への転換とこう見てますね。キムタクさんのボクシングドラマを見てます。って感じで、まあ今回ちょっとざっとした動画になってしまったんですけれども、まあ、こんな感じでね、温野菜とか作り置きしておくと、まあなんかご飯となんかおかずだけみたいになんなくて済むかなということで、まあこれ多分冷凍もできるんで、それでねしばらくは野菜とかは困んないかなという感じになってますので、まあね、最初野菜さばくのちょっと大変なんですけれども、シリコンスチーマー結構便利なんで、よかったら使ってみてもいいかなと思います。ということで、ありがとうございました。ダイエット頑張ります。